大阪の専門学校で勉強し、この春晴れて美容師となった福井市出身の女性がいます。憧れのカリスマ美容師に学びたいと飛び込んだのは、華やかな街東京銀座のヘアサロンでした。奮闘ぶりを取材しました。東京銀座、高級ブランド店が立ち並ぶ一角のビルにあるピークアブー。都内に9店舗を展開し、およそ300人が働くヘアサロンです。忙しそうに動き回っているのは、福井市出身の池田美久さん、21歳。この春入社したばかりの1年生美容師です。東京で絶対働きたいと思ってたんで、やっと働くことができて嬉しいです。この店舗って決まって初めて銀座に来たんですけど、なんか大人の世界みたいな小学生の頃から美容師に憧れ、反対する両親を説得して大阪の専門学校に進みました。美容室行ったらやっぱ変わるじゃないですか。あ、可愛くなったって幸せを与えれる美容師ってすごいなって思って。そんな池田さんがこの会社を目指した理由は、この人、業界で名を知られる福井辰正さん、48歳。美容師のミシュランガイドと呼ばれる全国53万人からの格付け審査で3年連続受賞したカットのカリスマ。同じ専門学校の出身です。美容学校の時にワインディングというパーマの技術があるんですけど、僕はその時9分で巻いてたんです。で、その9分で巻いてたっていうのは割とその伝説的な話なんですけど、何分で巻けんのって、まあ、僕はちょっとね、こう上から目線で聞いたら8分で巻けるっていうガッツがあるっていうか、芯がある子だなっていう感じが第一印象でありますね。池田さんは難関と言われる入社試験を見事突破、憧れの先輩と働けることになったのです。しかし実際の仕事は下積み期間の長い厳しい世界。覚えることも多く、いくつものテストに合格しなければ接客はさせてもらえません。すっごいたくさんの薬剤並んでますけど、はい、これ何ですか？全部カラー剤ですね。今ちょうど覚えてるところなんですけど、はい、何対何でどのくらいっていうのも決まってるんで、それをパッて言われて頭の中で計算して、はい、グラム数で測って出すって感じですね。1週間後にはチェックするよって言われてるんで。大変、頑張ってください頑張ります。閉店後は美容師たちの大切な練習時間。みんな仲間でありライバル。前髪一線まで、はいはい、先輩たちが指導します。入れちゃうと巻き込んだ時にこっちの毛が出てきちゃうね。池田さんは初めてパーマの練習。授業では得意だったワインディング技術でしたが、難しいって声が聞こえましたもん。難しかったやっぱりウィッグとは違います？全然違いますね。ハサミを握れるのは半年後。指名が取れるスタイリストと呼ばれるまでには 4,5 年かかり、その間におよそ3分の1は職を離れていくといいます。まあ、信念は燃やし続けろって感じですかね。やっぱり途中で挫折することもあったとしても、やっぱり信念の種だけは絶やさなければ必ず成功しますね。池田さんが専門学校に入る前、両親に渡した感謝の手紙。約束は一番に母をきれいにしてあげること。とにかく勉強と練習とたくさんのお客様をしっかり幸せにできるような美容師になるように頑張ってます。銀座を楽しむ余裕もありませんが、毎日が楽しいと池田さん、目指すはカリスマ美容師です。うん、美容
師は体力勝負で一度池田さん測ってみたら1日で2万歩およそ15キロも店内で歩いていたそうです。そんなにですか。でも立ってるイメージありますもん ね、 ね、まあ、競争も激しい厳しい世界ですが夢のカリスマ目がけて頑張ってほしいですね。